第4レース1着となりました徳島の小川譲太選手です1着おめでとうございますありがとうございました強いですねけどまあ自分ではあんま納得いってないんでまた修正しますご自分ではどんなレースにしようと思ってたんですかまあ普通に後ろからだったんで抑えて先行したかったんですけど5番の人が結構踏んできてちょっと予想外だったんで ちょっと箱にはまる感じになの出しゃいました。でも、しっかり落ち着いて、また、まくりを決めたっていう感じなんですけど、あの余裕を感じましたが。まあ、そこは冷静には判断できてたんで、まあ、良かったと思います。風がかなり吹いてますが、風の状況はどうでしたか。強かったです。なんか全部向かい風みたいな感じで。そう、足見せから、重たいなっていう感じでした。その中でのぶっちぎりのまくいきりです。 まあ、明日頑張りますさあ明日今回さ、新しい自転車ニューフレームということですかかどうでしたかうーんまあ先行ができてないんでいつもの感覚と違ったんでまたあんま分からないんですけどまあこのまま乗っていこうかなと思ってますでは、明日あさっての意気込みを最後にお願いしますえ地元勢たくさん強い人いるんで。 前引っ張って、誰か四国から優勝できるように頑張ります。お願いします。どうぞ皆様大きな声援をお願いいたします。小川譲太選手でした。